週間のお天気をお伝えしていきます。この先1週間も雨の降るタイミングがありそうですね。はい、そうですね。高気圧と低気圧が交互に通過をしていきますので、まあ、周期的細かい短い周期で天気が変化をしていくということになります。うん、改めて明日の状況から、見ていきますと、明日は低気圧は北日本に進みます。高気圧が、西日本から張り出してくるという状況となります。15日になりますと低気圧遠ざかりまして、移動性高気圧が、日本付近を覆いますので、ほぼ全国的に晴れということになります。はい、そして16日になりますと、前線が通過をし、17日は、北日本は若干、冬型っぽい気圧配置となります。北海道は、まあ、雪が降りやすい状況ということですね。はい、一方西日本東日本は、まあ、高気圧圏内で晴れということになります。そして、週の半ばになりますと西から前線が接近をしてきまして、少し西日本東日本は雲が多めということになります。ですので、天気アイコンで見ていきますと、週明け15日あたりまでは西日本は、まあ、概ね、晴れ、安定した天気ということになりますが、16日以降はですね、まあ、前線の影響で少しぐずついた天気ということになります。はい、北日本東日本、北日本に関してはですね、14日日曜日はちょっと荒れた天気ということになりますので、まあ、できるだけ、まあ、外出は控えていただいた方がいいかもしれませんね。そして16日前線通過した後一気に気温が下がります。気温の変化見ていきますと、16日ですね、北海道札幌でも最低気温が、まあ、プラスということで、うん、まあ、ちょっと暖かい体感ということなんですが、翌日ですね、また最低気温氷点下になるなど寒気の影響を、受けているということで、ちょっとこの体感差で風邪ひかないように気をつけていただきたいと思います。はい、わかりました。日ごとの体感差が大きくなりますので、体調など崩されないよう十分にお気をつけください。以上、週間のお天気をお伝えしました。